ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ほい。ということで、マンション見てこう。お、え、ハートマークある。最近ほんとハートマーク増えたね。じゃあとりあえず、誰？え、ユニポンちゃん。マジでマジで誰？あ、アスムでしょうね。こんだけ人数減ったんだから。実は私、赤花。も、ノアも好きなんです。どっちに告白すればいいでしょうか？気のせいだと思うよ。もう少し考えて。もう少し考えてみます。アスムとの結婚生活は楽しいことだってありました。そりゃあそうでしょう。あんだけ長い間一緒にいてね、楽しいことが何もなかったなんてことはないと思うよ。でもなんかめっちゃもうね、いい思い出みたいな感じで語られても、みんな君たちの復縁を望んでいるんだよ。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。え、ちなみに、友達に戻れるかも。友達に戻れるかも。戻ろう。戻ろう、ユニポンちゃん。アスムはなんかまだ悲しいらしいけん、ユニポンちゃんから言ってあげたらきっと喜ぶはず。はい、それじゃあ、リボちゃん、入ります。おぉ。どうしたの？誰に腹を立てているの？まあまあまあ、落ち着こう。仲直りして。じゃあ、このイライラも沈めてください。クッキーでも食べて、ほら。きっと誰かの手作り。誰かはわからんけど。でもなんか、スーパーとかでよりやつとかでも手作りクッキーってなってたらちょっと美味しそうな気がするんよね。マジで美味しくなかった。なんですって。のりちゃんとこ行くわ、私。え、てか、のりちゃんはどこ？家かな？あ、ほら、自分の家に、お呼び出しします。はい、おかえり、のりちゃん。私、珍しく怒ってます。まあまあまあ、落ち着いて落ち着いて。リボちゃんと喧嘩しました。腹立ちます。とりあえず、このイライラも沈めてください。何を渡そうか。はい、さくらんぼでも食べて落ち着こう。いただきます。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと仲直りできるだろうか。服、後ろかわいいね。あんな感じなんや。さあ、どうだ。この間はごめんなさい。許して。こちらこそごめんなさい。ああ、よかった。ああ、よかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。流行とかあまり気にしません。うん、なるほどね。まあちょっとその帽子も多分きっと流行ではないと思うからね。そんな流行を気にしないのりちゃん。ミシンを渡したら一体どんな服を作るのか。はい。他人のものを作るってなったらやっぱり流行を気にするんかな。それとも自分の感覚？周りの視点が変わっちゃうよ。おお、どんな服だ？着る人まで可愛くしちゃう服だよ。お、いいねいいね。服大事。可愛い系フラワーレギンス。え、いいやん、普通に。普通にいいやん。でもフラワーレギンスとかは絶対私は着んやつやん。あれだから、素敵な服ができました。なんか柄付きとか着んねよね。レギンスはもう無地でいいよ。それじゃあ道具で任天堂 3DSLL はいどうぞ道具任天堂 3DSLL をプレゼントしましたさあ、それじゃあ、ゆうかさん、入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？宇宙食。答えは、宇宙食でした。美味しいんかな？気になるよね。第2問。これは何でしょう？カルボナーラかミルフィーユだとは思うんだけれども、カルボナーラでいこう。答えは、一か八か。わかるわけないやん。そのミルフィーユのさ、端っこの部分とかでも出しといてくれないとわからないよ。また遊んでください。つら。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。人を褒めるのは苦手です。人を褒める。でも人のいいところをね、どんどん見つけて、言っていける人って素敵だと思うけれど、私は。さあ、それじゃあ、一軒家の方見ていこっか。なんだ？ちょっとすみません。あ、そうよ。今回ね、前に子供が欲しいって言った夫婦たちに子供ができたんよ。このマナナちゃん。はい。ありがとうございます。マナナ、あゆなのそっくりさんだよ。マナナちゃーん。お、いい感じじゃない？お、あっという間にご機嫌。さすが。さすが。とりあえず、ヨドラさんとマナリさんのところの初の子供はマナナちゃんです。お、超ご機嫌やん。いい感じ、いい感じ。ミルクの時間ですね。マナナはすごくご機嫌です。さっきまで泣いていたのが一瞬で泣きやんだよ。超いい子やん。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、一応役をもらいました。ありがとう。はい、そして一軒家。友達マークが出てる。ちなみに、もう一組ね。どこだったかしら。そんな向こうじゃないか。あ、ここが、マナリさんとヤズラさんの家。マナナちゃんね。あれ？もう一組ね、子供が、あ、ここだ。チャーリーさんとアキちゃん。ここも子供がね、生まれたんだけど、子供が生まれたんやけどね、今回のこの子供の名前がね、アキユンくんなんよ。アキユンくん再びなんよ。なんか2回同じ名前が来ることってあるんよね。ちょっとびっくりしたよ、私は。はい、それじゃあ、ノアくんお呼び出しします。喧嘩かな？もしや。あっちの、ですね。一軒家同士、喧嘩ですね。まあ、落ち着いて。あ、でも、ノアくんはあっという間にイライラが沈むから、あれ、どっちだったかしら？こっちで合ってる。おかゆ。こっちじゃないね、こっちだね。あれ、おかゆ。あ、これや。いらっしゃいませ。あ、ユニポンちゃん、バイト中。かわいいね。はい、それじゃあ、このおかゆを。定期的にノア君におかゆを渡しよる気がする。ってことはきっと、定期的に怒りよるってことだよね。はい、どうぞ。好物がさ、チーズケーキ、ハンバーグ、プリンっていうもうめっちゃ子供が喜びそうなものがいっぱいあるのにね、超大好物はおかゆっていうわけのわからなさ。確実に逆やる。美味しかった。これで仲直りをするんだきっと。もう一個の一軒家の友達マークがミカちゃんとこじゃないかなと思うんやけど、超大好物だっていう。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるだろうか。どうだこの間はごめんなさい。許してあげて。どうよ。こちらこそごめんなさい。よかった。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、一応エコをもらいました。ありがとう。自分では割と運がいい方だと思います。なぜ？どういうところで？あ、ほら、消えた消えた。イッシーさんとミカちゃんの家。ペッカナさんが遊びに来ているけれど。なんかもう一組ぐらいさ、あ、そうよ。アイナとアカハナさんのところも子供が欲しいって言ったけど、今のところまだね、生まれてないそこは。はい、それじゃあ、今回ね、歌を送ってきてくれた人がいるので、それをちょっと聞いていきたいと思います。久々の歌やね。はい、今回の歌は、はい、歌あゆなチャンネルで祝実況500回と、あゆなとあすむ猫の姿で、いいねいいね、でかい動きたまこれじ今日はうごやっかい皆さんどうもありがとうございます。これからも一緒頑張りますので、よろしくお願いします。これね、この曲はゆりさんが結構前から送ってきてくれとった曲やったんやけど、500回記念っていうことで、今回までね、温めてました。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって、じゃんじゃん。今日は 25,760 円集まりました。ありがとう。そして、ひるいち。耳の浴衣だよ。お、いいやんいいやん。耳の浴衣を着とる子、耳の浴衣っていうか、ジンベエを着とる子とかね、結構多いよね。夏祭りとか。私は圧倒的に浴衣が着たいけど、まあ、ジンベエの方が手軽だし、安く買えるっていうのはあるけどね。はい、それじゃあミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースもお伝えします。お願いします。本日ドロンコバレーでドロンコバレーが行われました。でもこういうのさ、バレーではないけど、なんかね、ある時期とかになったら、子供たちのこういうドロンコのやつ、なんかイベントでしうることない？あれ全国なんかな？愛媛だけ？なんか子供たちのね、そういうイベントがあるんやけど、絶対ね、親大変やろうなって思うけどドロッドロでジーンとするところあった。なんかいや、まあ楽しそうではあるけど、でもあんだけね、あんだけドロンコになれるっていうのは、まあ楽しそうではあるけど、後が大変そう。とりあえずそこ。お、慰め会が開かれてるよ。久々の。同じ髪色の二人が。どういうこと？てか、アボカドを作ろうとするというのはどういう。あれやろ。種をまいて、芽が出るのを待ちよるってことやろ。そこから春巻きはできない。そういえば、この前、レイアールなニュースに出てたよ。見た見た。全然反応してくれない。今度みんなで旅行に行こっか。昇進旅行？嫌なことは忘れてた。うんうんうん。お、いいね。でもこういう風に気を使われるのが一番辛いような。もっとなんかね、明るく行こう。明るく行こう。木下の本とか読んで珍しいね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで500回か。500回。やばいね。めっちゃ続くね。まあでも3期に入ってこれからどんどん人が増えていくけん。どこまでパート伸びるんやろって思うけど、頑張っていこう。